ここからの3個カードは5日間の予選を突破したメンバーによる準優勝戦です。まずは1つ目の第9レース、1号艇福岡の田堂実、2号艇岡山の岸本隆、3号艇徳島の宇野健太、4号艇埼玉の後藤博、5号艇滋賀の柳橋博樹、6号艇佐賀の中島智和です。市二三4号66艇バック側です。枠なりに並んでいます。1号艇は田堂実、気力平凡も地元水面、持ち味のスタートから攻めてこの準優1枠をゲットしました。今ゆっくりと構えていきます。1号艇田堂陰線です。2コースは2号艇岸本隆、気力よく好調な走りで乗ってきました。3コース3号艇宇野健太実力者、前走地住之江からの連続のファイナルを狙っていきます。4コース4号艇後藤博士、角に構えました。5コースは5号艇柳橋博樹、強力36号機相棒、前走地宮島からの連続の優勝を狙っていきます。6コース6号艇中島智和です。準優勝戦第9レース、体型は3対3インから1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。準優勝戦第9レース、1号艇の田堂スタートを決めていきました。2号艇岸本も出ていく。1号艇田堂逃げる。2号艇の岸本が刺す。まくるのは3号艇の宇野、刺す4号艇の後藤。逃げました1号艇田堂実。スタートは前提正常でした。先頭1号艇田堂、2番手が接戦です。2号艇3号艇が並んで、そのすぐ後ろから残る3艇も追走。一緒にマーク、先頭1号艇田堂、2番手2号艇が行く。内側から待った6号艇、刺した3号艇の宇野健太。2番手の接戦はまだ続いています。3号手の宇野と2号手の岸本、3番と2番の接戦です。レースは2周目に入りました。2周目の1マーク、さあ2番手3号手の宇野に対し、2号手の岸本隆、ここは外行った。2番手3号手の宇野がリードを奪っていく。3号手の宇野健太、2番手をリード。2号手岸本が3番手、上の3手1、3、2となっています。先頭は独走、1号艇の田堂実、今2マークを折り返します。2番手が3号艇宇野健太、3番手は2号艇岸本隆です。上の3艇は1番3番2番の体型です。その後ろ4番手から定価を詰めてくる6号艇の中島が3艇審査、後続は5号艇柳橋、4号艇の後藤、最後のバック上の2艇は1番と3番、3番手2号艇岸本の内側から6号艇の中島、3番手は2号艇岸本がリードを広げました。上の3艇1番3番2番です。1、3、2、3連単の図8.9 倍を指しています。最終ターンマーク、先頭で戻ってきました地元1号艇田堂実、2番手3号艇宇野健太、3番手は2号艇岸本隆。準優勝戦9レース、まもなくゴールです。1番ゴールイン、3番ゴールイン、2番6番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。第9レースの